者出現を阻止するため、ダッキと手を結んだ討伐軍。しかしそれは、事情を知らない英雄たちから敵意を向けられかねない危険な選択だった。かくして討伐軍は長藩に集結した織田軍に行く手を阻まれる。そこには明智光秀、濃姫といった織田の英雄たちのほか、希代の軍師と謳われる諸葛亮の姿も見えた。このままでは無用の争いで人間の希望がついえてしまう。討伐軍の竹中半兵衛は織田軍に勝利して味方に引き入れるべく、孫策、周瑜、北条氏康に助勢を求めた。孫策たちは半兵衛の求めに応じ、長藩に急行した。討伐軍にいる仲間のため、そして人間の希望のため、小覇王たちの闘志が今長藩に旋風を巻き起こす。おお、派手にやってるじゃねえか。未来から来たという半兵衛殿の言葉通り、戦いは避けられなかった。長え行軍の後だ。兵を休ませてえが、こりゃすぐに出るしかなさそうだな。俺らみんな死んじまう未来があるってんなら、死ぬもの言ってられねえが、行くぜ。我が最地をお見せしよう。おう、待たせたな。こっからは俺たちに任せとけよ。半兵衛の仕業。ダッキをかばえばいろんな国が敵に回る。それは分かってたことだよ。だから味方を増やしておこうと思って、話が通じそうな人に援護を頼んだの。ただここまで味方がやられちゃうとはね。正直ちょっと想定外だったかな。元北条から援軍を呼んだ。さすがは竹中半兵衛ですが、俺も計算のうちです。敵は北から流れ入れる。岩を落とせ。敵の進軍を食い止めよ。なんか始めたみてえだな。よし、さらに策に手を貸そうぜ。私の知略に勝てんと思いか。感謝のしようがございません。知略に溺れた結果にございます。その戦ぶり手本といたします。ここだ、受けてみよ。手よここだ、受けてみよ。ここだ、受けてみよ。引かねば。敵将討ち取ったり。おお、周瑜殿、無事で何より。いや、しかしささか大げさでは。スイート消えよ。貴様、スイート。おう、翔子、元気そうだな。ここだ、館様。おいおい、なんだ、幽霊でも見たような面しやがって。さあ来て、本当の地獄はこれからよ。受けを煩わせてしまいましたな。ここだ、受けてみよ。ここだ、受けてみよ。なんだこりゃ。
戻ってくるのが遅すぎたか。足の恩人によくも誰だ、誰がやりやがった。ここだ、ここだ、受けてみよう。策は待ったな。ここだ、受けてみよう。勘兵衛殿、お見事。それじゃ、これもやっていいの。ここだ、受けてみよう。さて、俺らも行くか。がダックに協力しているのか、何を考えているのか、じっくり聞き出している。話し合いは望めそうもないか。ならば魔性の荒事も生かし方あるまった。そういうことか。お見事、さすがの働きじゃ。生徒消えよ。死ぬまで戦う所存。助けてくださってありがとうございます。面白い、あなたお手を煩わせてしまいましたね。見事なご活躍。ここだ、受けてみよう。こんなものでどうだ。よかった、うまくいきましたね。向こうの人たちもひるんでます。受けてみよう。我が魂、今こそ披露せん。続けて鉄砲隊、出なさい。さすが光秀殿、伊達と傭兵が音曲のごとき美しさだ。今が好機です、撃って出ます。ここか。我が魂、今こそ披露せん。生徒消えよ。立ち振る舞いは可憐ですね。ここだ、一撃一撃に信念を感じる。ただダッキに協力しているとも思えません。まだ引けません。あなたたちの真意を見極めねば。周遊殿、お手を煩わせてしまいました。この時点信長様に報告しなくては。ここだ、受けてみよう。よし、受けてみよう。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。感謝いたす。わしを引かねば。敵将は撃ち取ったぜ。ここだ、ケア。ここだ、受け入れみよう。周遊殿こそ真の三国無双です。敵将、撃ち取ったり。
取り乱すは朝廷の範囲内だ。さすがの働きじゃ。取り乱すは朝廷の範囲内だ。これはおめえらか。なるほど、そういうこと。受けてみよ。私たちを野党か何かだと疑っているらしい。受けてみよ。野党だと。ここだ。受けてみよ。こっちだぜ。ふうよ。ここだ。もっと早く戻ってくれ。そしたら村を守れたのによ。おお、こいつは恐れ入った。光秀殿を退けましたか。ここだ。私がお相手しましょう。何故ラックに踏みすぎるか、その真意を図りましょう。伏兵部隊、今です。少々稚拙な意味ではありますが、戦術を不意を施設だと処罰する。受けてみよ。やはり奴は恐ろしい男だ。恐ろしいってより嫌味な野郎だな。どうにか鼻を明かしてやりてえもんだ。抑えておいでですな。ケア、ここだ。受けてみろ。不風よ。ここだ。受けてみろ。ことがそのまま負けではない。ケア、受けてみろ。首もらった。その戦ぶり手本といたします。受けてみろ。諸葛亮、ここは引いてもらう。覚悟せよ。周囲だけでラックの還元に惑うとも思います。考えがあると見るべきでしょう。なるほど、劉備殿、家康殿に報告する必要がありますね。よっしゃ、俺たちの勝ちだぜ。うん、無事敵を退けられたようだな。勝ちの気をあげよう。館様、本当に生きてる。うれしい。親方様、うわ、やめねえか小僧。かし、嫌な話だ。そんな事態に陥るわけにはいかない。私たちは半兵衛殿に協力すると。もう少し周りの状況が落ち着いたら親父も合流するはずだ。それまで踏ん張ろうぜ。よし、やる。うん、やる。嘘。おお、なっ、やっぱりすっ